おかん、せっかく今日二人旅してるんだから行きたいとことかないの？あー、確かにね、今日こんな天気もいいからね。なんか見渡しがいいところとか行きたいわね。景色がいいところに。見渡しがいいところ、お前ちょうどいいこと言ってくれたな。なんかあるのかしら。お前、ここら辺の近くはあれがあるんです。あれが何かしら。 UFO キャッチャーかしら。 UFO キャッチャー、見渡しは良くない。何かしら、なんだろうな、わかんないわ私。ちょっとこっち来て。あ、痛い、死ぬ、やめて、痛い。ほら見ろあれを。これは東京スカイツリーや。お前ちげよバカか。東京タワーのボケ。同じじゃないのかしら、東京タワーと東京スカイツリーって。同じだわ。同じちゃうやろ。いや、あそこでさ、なんか金払わなくてもいいのかな。いや、お金払うでしょさすがに。でも私たちは大丈夫じゃないかしら、払わなくても。お前ただで東京タワー登ろうとしてんのか今から。私たちなら大丈夫なのよ赤塚くん。まあ俺たちだったらバレずに侵入できるかもな。そうそうそう、登りましょう、登りましょう。そう、確かあそこぐらいまで行けるんだよね普通。いや赤塚くん、これ見えないけど、一番細いとこまで行きましょう。一番上まで行きましょう赤塚くん。あそこ、いやあそこは登っちゃいけないし、登ったら死ぬだろ。赤塚くん、ブロックをこのために用意してきたんじゃないのかしら。ああ、そうそう、砂20個持ってきた。足りないわよ赤塚くん、私は土ブロックイスタック持ってるんだからね。お前触れるとこがあるだろ。砂は落ちるかやないか。今気づいた。突っ込むのおっそ。そうおばあちゃん。誰がおばあちゃんじゃ、砂かけばばあじゃない。あ、じゃあ早速登っていこうか。赤坂くん、銃を持ってたら逮捕されちゃうわよ。ダメなのよ銃を持ちながらは。じゃあちょっと、ここら辺に証拠隠滅だ。ああ逮捕だわこれ、もう不法投棄よ不法。で、東京タワーのてっぺんに登りたいんだけど、これどうやって登ればいいんだろう。赤座くん頑張って気合で登るのよこういうのは。見てマップがある。あれが今登ろうとしてる東京タワーじゃない。おおおすっげーな。ちょっと待って、んすーげー。ちょっとさ、せっかくさ東京タワーに来たんだから、この地図ちょっとお持ち帰りしたいね。よし。なあバカ、ほら何をしてるの。ちょっとめちゃくちゃいいじゃん赤坂。んてか今東京タワーの真ん中にいるよ俺ら。あれじゃない。あーすごい。あれでもどうやって行くの、行けなくね。ちょっとお前土ブロック貸して。はいはい、俺が登れって。その登り方、私だけ先に行くのよ。何欲しいの。ちょっと俺だけ登れない、足りない。あでも行けるわ、はい、行ける行ける、お前なんていらないわ、はい、じゃあな、じゃあ俺がお先にてっぺんに登らせていただくよ。おい、ひどいぞ赤坂。てか東京タワーってこんな登り方すんの本当に。階段とかエレベーターとかじゃなくて、なにこれで登っていくんだ。じゃあちょっと登っていきましょう。ちょっと待って、ね、動画的に暗いから暗視つけるわ。よいしょ、明るくなりました。おお明るくなったわ。よし登っていくぞ。こんな登り方すんだ、なんか地味だな、だいぶ斬新だわね。エレベーター、エレベーターじゃなくて何これ、手動エレベーター。手動エレベーター、自分で登るタイプのエレベーター。いやそれエレベーターじゃないだろ。もう斬新だわね、私はこういうの好きよ。しかもさ、なんでこれ壁ガラスじゃないんだろうね。何も景色見えねえじゃねえかよ。確かにちょっと景色見たかったわね。あこれはあれじゃない、てっぺんについてからのお楽しみってことじゃねえ。景色は確かに確かに一気にね。お、なんだ、お、なんか、あ、なんかついた。お、なんかあるわよ、なんか裏側みたいな場所来た。あ待って、これ危んな、ここ飛び降りるんだけど普通に。ああ怖い怖い、赤坂くん戻りましょう。なんだここ、まああんまここ見栄え良くないし、もっと上に登ろう。お、なんかまた来た。お、お、なんかある。おお、なんだこれ、いいね流れてるし。赤坂くんもう疲れちゃった、私ちょっと、まあ、ちょっと一休みなのよ赤坂くん。お前こんな調子でてっぺん登れねえぞ。老化してやがるぜ。誰が廊下じゃー。ていうかここ絶対タダでは普通行けないよね。いやー嬉しいわ赤塚くん、これ裏ルートなんじゃないかしら、もしかしてこのはしご。そういうことか、多分これ本当に管理者しか行けないような場所か。いやー私たち見つけちゃったわねー。いやー赤塚くん、あ、でも私もう疲れちゃったわちょっと。うん、じゃあ帰るか。いや違うのよ、やっぱりね、私ね、この自分のテンションではもうついていけないからね、私が持ってるマイビールをちょっと飲もうかなと。こぼれるこぼれる、アップだ。よく今のこぼれなかったのは今の持ち方で。ビールを飲んでね、酔っ払えばね、登れる切れるんじゃないかということで赤坂くん。お前常に手持ちにこのお酒とか用意してやがんの。そうだね、ちょっといただきます。うん、グビ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 。うわ、うわ、うわ、はいや、酔い回るの早すぎだろお前。早速登って行きましょう。
飲んだだけだよね今。ああそうよ。お前飲むのやめた方がいいぞ。早く飲む。ほら早く行け行け。なんか来たよ。すごい。なんか。お見て見て、なんかあるなんかある。バカバカ、何やってんの。え、なになになに。え、早くメイクさ、お前。何を、なんかしたっていうの、私が。何もしないじゃろ。割ったのバレたら逮捕だよ、そんな。逮捕されて触ったら逮捕。ここどこ。え、あ、すげえ。ね、うわあ、ね、ここすごいすごい。今のお前は外しちゃダメだ、一回。ちょ、待って、一回戻れ。どこ、ドア、どこ、ドア、あれ、ドアがない、あれ、ドア、あ、ここだ、どこ。あったあった。いや、本当に心配だわ。ああ、気持ちいいな。床が気持ちいい、東京タワーの。あ、本当に床気持ちいいかい。いや、でもおかん、この調子でてっぺんまで登れる。いや、登れるわよ、赤坂くん。余裕じゃないの、こんなもの。あーほらー、ちょっと赤坂くん、びっくりしたじゃないの、本当に。お前急に酔い冷めるやん。多分だけど、あの落とされた衝撃でびっくりしちゃって酔いが冷めちゃったのよ。もう早すぎだろ酔い冷めるの。怖かったわ普通に。今知らないわよそんなの、私は制御できないんだから。そろそろてっぺんなんじゃないか。そろそろ、おお、地味だな。早く着いてほしい、早く。あー、あー、ちょっと待って、やがした。お前何やってんだわ。お前バカだろ、お前。お前何や、もう何やってんの。もう本当にバカだな。いきなり足場崩しやがって、この野郎。俺一個崩したら壊れんの全部。お前マイカ知識本当にね、どし、下手くそ、クソ初心者、バカバカクソ野郎なんだな。言い過ぎなのよ。ほら足場、ほら右クリックの、オッケーなくなっちゃったから。邪魔。お前が悪いだろうが。下に向かって置けや、この野郎。右クリック長押しで、ほら俺に勝て、俺にゴミが。よし、おうだよ、うまいね、ソース赤坂くん。お前が下手なんだよ、この野郎。お、待って、てっぺん来た。え、マジで、ちょ、あ、ほんとだ、てっぺんだ。ここが行ける限界だよ、ほら。さすがにお前、あのてっぺんには行けないぞ。でも赤坂くん、あそこのてっぺんに行きたいわ、私。いや、これだってここもあれだけど。いや、行きましょう、てっぺんに。どうやって。土ブロックがあるじゃないの、赤坂くん。大丈夫か、お前さ、死なないか。赤坂くん、てっぺんまで行きましょう、一緒に。おー、わかった。お前こんなん見られたら逮捕だからな。いやー、これバレちゃったら逮捕だわよ、赤坂。いやが、てかシンプルに危険すぎるわこれ。お、これほらほらほら、いけるいける、ほら。いやー、初めてなんじゃないかしら、東京タワーの頂上に登る人たち。それはそうだろうな、この東京タワー作った人以外は登ったことないだろうな、こんな場所。いや、私たち歴、あれもうギネス世界記録乗るんじゃないかしら、私たち。まあその後普通に逮捕だね。いや嬉しい。え、お前これ怖すぎるだろ、いくらなんでも。よーしよしよし、もうちょいで、ちょっと先っぽまでいけるぞ。ちょっとお尻臭いからやめてくんね。あ、わ、いいの、落としちゃうわよ。ダメ。あー、まあさすがにね、私も常識は分かってるわよ、さすがに。あ、来ちゃった。やったわ赤坂くん、ついに頂上よ。すげえ、だっけえ、こえ。いや、すごいわね赤坂くん。いやー、景色がいいわね。せっかくてっぺんに来たからね、落としていきましょうか、こいつのことを。こんな高いところから落とされたくない人はチャンネル登録と高評価お願いします。赤坂すげえすげえ、ほらすごいな。じゃあおかん、ちょっと数えるか。なんかな、何を数えるのよ。3、2、1、よいしょっと。なんとか降りてきた。降りるのも結構めんどくさかったな。お、おかん。なになになに。なに。なんで殺すのよ赤坂くん。そりゃてっぺんに来たらやることは一つだろ。落とすだろ。ひどすぎる。おかんの顔面ひどすぎる。関係ないでしょって。ひどくないでしょそもそも。わかった。ごめんね。じゃあ次は、またてっぺん登ろう、また。また登るの？でも今度こそ落とさないから俺。なんでまた登らないといけないの？じゃあ理由を説明してちょうだい。さっき写真撮れなかったじゃん。あ、確か写真撮ってないわね。撮りましょう、じゃあ一緒にもう一回登って。これをツイッターに上げてバズるんだよ俺らは。確かに、てっぺんでね、写真撮ってね、唯一撮った人ってことで。また結構時間かけてきたぞ。よし、着いた、また。おー、すげえ来た。もう今度こそ俺ガチで落とさないから。てか、せっかく来たんだから、もうここら辺の足場を崩したくない？あ、怖っ。
ちょっとコマンド使ってこれ全部なくすわ、今から。え、怖っ！よいしょったー！イエーイ！やばー！土ブロックもなくなった。ほら、写真写真。あ、写真撮りましょう。よいしょ。はい、チーズ、パシャ！あー、いいね、いいね、これは映えるわ。てか、私思ったんだけどさ、こんな綺麗な景色のとこでさ、お酒飲んだらすごく気持ち良さそうじゃない？ねえ、ちょっと飲んでいいかしら。よいしょ、マイビールをね、ごく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 。ああ、気持ちいい、気持ちいい。怖いね、ここ。うん、赤田くん。あ？気持ちいいね。うん、まあ、俺が言えることはただ一つ。あ？死にたいのかい？あ、死にたくない。あ、気持ちいい。うん、俺は、あ、危ない、あ、危ない。よくお前生きてんだ。ほら、落ちないわよ、私は。どう頑張ってもね。ほら、ほら、えい、えい、いきなりてっぺんに着いたからお酒飲もう、グビグビ、うわーって自爆しただけやろうが。私酔ってないでしょ、ほら。じゃあさっきの映像どうぞ。ほら、おかん今映ってるぞ、画面に左に映ってるぞ。これを見ても何も言えないのか。ほら、自爆して落ちてたぞ、お前が勝手に。俺は殴っても何もしてないぞ。どうだい？でも赤坂くんが登ろうって言ったのが悪いのよ。いやでもてっぺんに登ろうって言い出したのはお前だから、お前が悪くない？最初にね。何か文句あるかしら、私が悪くて。何か文句あるのかしら、私は悪いのよ。まあ、とりあえず東京タワー飽きたから次富士山登ろうよ。また高いところ。ああ、なんか富士山と赤坂が今コラボしてるらしいから。コラボ、私聞いてないんだけど。富士山コラボ開催してるらしいから、ちょっと登りましょう。え、本当に行きたい行きたーい。よーし、おかん、はいはい、富士山に着いたわよ。富士ちゃん、富士ちゃん、よーし、行くぞ富士ちゃん、オラオラ。いや、こんな近くで富士ちゃん見たことないでしょ。初めてよ、地味に。いや、これね、なんと、てっぺんに登れば、コラボ商品売ってるということで。うわ、楽しみだわ、赤坂くん。私のあるのかしら、ところで。赤坂とおかんのグッズ、どっちも両方売ってんだけど、赤坂のグッズが、とか1万個くらい売れてて、うんうんうん、で、おかんのグッズが、ゼロ個らしい売り上げが。買えやっぱ富士山登るって疲れるな。うわー、え、なにこれ、怖っ！来ちゃったー！これがもうてっぺん？もうてっぺんだよ、てっぺん！え、ちょっと写真撮るよ、写真！あ、いいね、いいね、写真撮りましょう。俺カメラ前になってお前のことだけ撮ってあげるわ。本当に、ありがとう、ありがとう。イエーイ！じゃあ、3、2、1、パシャで行くからね。はいはいはい。3、2、1、パシャ！あ、いい写真が撮れたー！ほらー！すっげー！